英波単調は西洋音楽における調の一つで英波音を主音とする単調である。調合はシャープ4箇所である。アカマスは一般に臨時記号により表される。和音は火星的単音階で考えたもの。セブンの和音は V7 の、セブン7の和音は V9 の,の,の混音を省略した形とみなされることがある。その他のコードネームも実際の楽譜では、 異名動音的に変えられることがある。一般に曲の主張が英波単調という曲は少なく補調調の曲でその平行調として現れることが多い。同主調は英波長調だがを7箇所も使用しなければならないため、曲の途中では異名動音で5箇所の変に調調を使用することが多い。バイオリンでは音階に開放弦の音が極端に少ないため、 暗く曇った響きになり弾きづらい。一方、ピアノでの運手は国権を利用することが多いため、比較的容易であると言われる。ショッパンは好んで用い、特に野草曲に多い。彼の英派探調の曲には極めて序章的なものが多い。そこからロマン派的な調とされ、よって野草曲を思わせるような曲奏にもしばしば用いられる。カテゴリー、英派探調を参照。 ありがとうございます。